こんばんは。株式会社私は社長兼ロックラボの所長に就任しました竹之内です。そしてこちらが株式会社私はで働いてくれている内田さんです。内田さん、一言お願いします。あ、はじめまして、インターンの内田です。内田さんは、株式会社私はで、合成音声 AI の、開発を進めてくれているエキスパートです。合成音声 AI の、開発を進めてくれているエキスパートです。でですね、内田さん、ロックラボ第1弾のプロジェクトということで、遠山校長 AI と芦沢教頭 AI を作るということで、まず今日のファーストステップは遠山校長の声で、言葉を言わせたい、芦沢教頭の声で言葉を言わせたいということで、スクールオブロックでおなじみのフレーズ、遠山校長の未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロック、これを遠山校長の声で言わせてみようと思います。まあ、ちょっと AI に学習させてみた結果がありますので、まずちょっとそれ聞いてみましょう。未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロック、こんな感じですね。まあ、まだまだといった感じでしょうか。そうですね。まあ、もう少し学習に時間がかかるかなといったところですかね。そうですね。じゃあもう一つ、芦沢教頭の、決まりのフレーズ、ロックのスペルは LOCK、 これもちょっと聞いてみましょう。芦沢教頭の音声を学習させたものです。ロックのスペルは LOCK、 これもまだまだといった感じでしょうか。そうですね。まあ、まだまだ始まったばかりということですからね、まあ、始めて1週間、これから徐々に徐々にと声が滑らかになっていくはずです。では第1回目の報告以上でいいですか、内田さん。はい、大丈夫です。じゃあ今日の報告はここまで、ありがとうございました。